現在は、同じウェイクストブという綴りになる2号。上のウォークスチューブ、バックスツビーは、バックスのチューブ、下のはハッシュツーは、バックスツビーは、主営詰め書ドイツ語筆記体の大文字 S、長い S、末尾の S クルツアイティダズレーベン、19世紀、はじめの筆記体で、長い S と末尾の S が区別されている、様子末尾の S。 または曲がった S は、かつて、ラテンアルファベット S の小文字として、S の2種類が使い分けられていた時代の校舎 S の呼び名である。末尾の S は、ブラックレターで、音節末を明示するために用いられ、これに対して長い S は、音節頭及び、中で用いられた。1940年代以降、タイポグラファーのヤンチホルトによる、フラクトゥアノは、 S, s の合字に由来しているという説が広まっている。これによると、z の合字とともに、ブラックレターには s を表す文字が2つあったということになる。現在一般的なアンディカ体では、長い s は曲がった s に置き換えられており、合字 s, z の表記もに一本化されている。長い間ブラックレターで書かれていたドイツ語のに、 対応するアンティカ対活字がデザインされたのは19世紀に入ってからであるが、それ以前の文献には S の合字が多く見られる。アンティカ対のと合字、Z 及び S との正確な関係については意見が分かれている。ドイツ語の標準発音で母音の前の S は有声音、Z になるが、音節末では有声化が起こることはないので、末尾の S は常に無声音、S。 を表す。ギリシャ文字のシグマにもこれに似た規則があり、小文字は五等及び五中で、シグマ、五末で、と書く。例、ラムダシグマシグマデルタイオタ、ロドストーの巨像。末尾の S を使うべき場合は、長い S を使うべき場合は、ハットマックスボールウェイ字ジ、イストダズエセットアインレイダイニシャーがスターバイター、ママサンガンアイネスタイポグラフン、イン、グーテンベルグジャブク、 マインツ1999 ISBN3 から 775519998S3541 ヘルベルト E ブレッケルツアハンドスクリフトリカンウントタイポーラフィスケンゲシヒテデアブルクスタベンリガッチャーアオスゴーシュッシュドイツンウントヒューマナスタイシュ、イーターリエニションコンテクストンイングーテンベルグジャブクマインツ2001 ISBN3 から775520015 S6776 S ドイチェカランチョリフト2017年10月2日閲覧ありがとうございます